これにはこれには深いわけがありまして、私もうね、この本当にあくびがね、人の2倍ぐらいの口の大きさが開くのね。それで唇が乾燥してる時にもうね、大あくびをしてしまって、ちょっとここの唇の端がね切れちゃってるから、右斜め45度配信です。ちょっと痛そうなのを皆さんに見せないように。本当にめちゃうね、口開くの。あ、モアリップ塗ります。塗ってるよ、だから。ありがとう。だからね、こういう角度で配信するよ。いい感じの角度。オンラインサイン会ありがとうございます。明日の12時までだからね。ちょっと怖い。本当、カバさんだね。はじめまして、キヨダニアンさん。すごい、ゲリラなのに。マリンちゃん、あだ名か。うーん、マリンちゃんかわいい名前。うーん、真の鈴マリン、嬉しい。たくさん応募してくださってる方がいて、急な配信ね、急だ。課題に終わり、ののちゃん頑張って。課題、レインボーさん、ハート、つーくん。そう、ちょっと忘れて、斜め忘れちゃいそう。通知来て、飛んできてくれた、嬉しい。 T シャツね、結構前に小悪で着たカンガルーの T シャツ、カンゴール。中国語すごい、久しぶりです。あ、また忘れてたね。テロップした方がいいよね。なんてしようかな、なんて説明すればいいかな。大あく、うん、あ、そう、マーボーさん誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。なんて説明すればいいのかな。斜め45度配信、右斜め45度配信、そうしよう。右斜め40、よし、できた。こんばんは、りほんちゃん。今日も、はい、右向いてます。そうだよね、後から来た人よくわかんない。こんばんは、シーナさん。そうそう、今日さ、水壇撮ってるから、後でね、もうじっくり見る。サインシータイクルルート2分の1。すごい理系っぽい。理系っぽいね。肖像画みたいな角度。モナリザっぽいかも、この髪型。ちょっとモナリザってどういう感じだっけ。こんな感じだよね。どう、モナリザっぽいかな。前髪かわいい、嬉しい。前髪ね、切ったんだよね。
結構短くバッサリと、そう、笑めっちゃね大きな声で笑ったら痛いかも。だからちょっと今日は微笑む感じでおしとやかな配信にしていこうと思います。さっきね笑めっちゃ笑っちゃって痛かった。サイン会のトース、あ、当たりー当たりー当たりー、これで当たります。そうなの、あれもねあんま分かんないかな、ちょっと違うか、口内炎も良くなるんだよね。でも今日はなってない口内炎。サイン会の宣伝、あの今日の12時から明日の12時までなんとサイン会の応募が受付しています。イエーイ。なので本当に、でもルールとか分かんないからどこまで書いていいのか分かんないんだけど、ちょっとできる限り本当に新しいらしいカードを書きたいなって思うので、ぜひ応募してやってたくさん言ってくださりありがとう、嬉しいね。何人かも分かんないんだよね、どうなんだろう。まあたくさんのね、か、なんだろうな、飾ってほしいというのはちょっとおこがましいけど、なんだろう、大事にしてほしいな。申し込みした、ペンネーム、あのねペンネームらしいよ、本名じゃなくてペンネームらしい。あれも名前とかだ、なんかフルネームじゃなければいいのかな多分。カホにします、ありがとうございます。そう、サインの様子をショールームでやるみたいで、この子の声本当に、じゃあずっと声を聞いてほしいです。エミフリアさん、おひたりのちゃんにします。指原さんのマイタン大丈夫でしょ、多分見る点同じ時間だけど、多分どうなんだろうね、同じ時間だけどそれぞれのルームなのかな、多分そうだと思う。本名どうなんだろう、名前だったらいいのかな、前髪短いです、ちょっと巻いたし。トミーってか、確かに書きやすいね。インク切れに注意。じゃあたくさん用意しよう、ペンを。同姓同名いるかな。ともさん、なっちゃん。ゆっちゃんさん、やってみる、え、嬉しい、ありがとう、来てくれて。りなさん、好きになったばかりで初見、嬉しいな。あれかな、この期間で自粛期間で好きになってくださって、そんな初めて来た配信なのにこんな右斜めしか見せられない配信なんですが、雄大さん、どうなんだろうな。ヨガさん、おまめさん、いないでしょ。あ、でも似てる人はいるかも、名前が。あ、花束ありがとう、シーナさん。握手会ね、握手会早くしたいな。リホンちゃん、
リホンちゃんって書くよ。握手も名前言ったら、え、わかるよ。握手会ね、なんかね、名前言ってくださったら結構わかると思う。一致するしたいな、一致を、顔と名前の。エビフライ好きです。川口の厚根推しはね、多分いないと思う。今日初めて、嬉しい。ゆうかちゃん、レイラちゃんもいないかな、多分一人しか。ナルリーさん、何これ、晴れて、あ、待って待って、つむじじゃない、アホ毛が、あ、晴れて、今日晴れだったよね。ののかとののかちゃん、うん、のの、あ、どっちだろうね、どっちでもいい、ののかかな。そう、新しいギフト、晴れ。確かにさ、梅雨入ったけどね。待って待って、私の配信見ながら家歩いてたらドアに激突したの。お大事に。目、今日ね、アイメイクがちょっとね、いつもと違うの。じゃあスナタン、わかるよ、わかるわかる。ホラー映画が面白くなるね。またさ、本格的に夏になったらまた怪談配信したいな。カナティで、わかった。爽やか、ね、今日はね、茶色系メイクにしたの。ヨシさん、ヨシ、わかる、ヨシでいい、いいと思う。化粧品はね、あのね、ファンデーションが切れたから、ファンデーション新しく買ったのとかかな。ヒラリーの妹さん、前も心霊系の番組ね、どれぐらいやるんだろう今年。ファンでね、なんかね、なんか韓国の新しく、名前なんだっけな、持ってくればよかった。ちょっと今取りに行こうかな、一瞬取りに行きます。よいしょ、ウィンクして。なんかね、本当にメイクヒール 1PL グロープリズムクッションっていう、本当に全く知らなかったんだけど、すごいね、セットになってお得だったから買っちゃった。待って、ありがとうは立ってるじゃん、今の撮っていってる間に。なんとなんと、リホンちゃん、ありがとうだ。ちょっと待ってね、最近はね、本当に髪がどでかいから、どでかく描きます。ウィンクね、右だけできるの。今日右斜め配信でちょうどよかった。ありがたわね、クマかわいい。あ、じゃあ今日ちょっと字体変えてみようかな。わ、かわいいかもこれ。
そう、太文字の達人だから。字体にバリエーションを増やして、ちょっと時間かかっちゃった。じゃじゃん。あ、リホンちゃんとありがとう。じゃ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 ん。今日さ、新しい携帯の方でやってるからすごい角度が広い、いつもより。わーい、たくさん褒めてくださってる。ゆいちゃん、トントイが来た。トントイ、トントイやりやすい。右斜め、素敵な時代ありがとうございます。先生、たくさんよく見えて嬉しい。広いね今日。やった、みーちゃん、アジサイかな、ありがとう。起きれた。いや、見てくださりありがとうございます。めっちゃ尊い来た、マッサから。尊い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 。あ、そう、これがね、新しいタンスなの。服をね、たくさんしまえるようになって。バイトお疲れ様、お疲れ様。チポちゃん、だれま、トントイ面白い。トントイ、トマスさんも尊い、めっちゃ尊い。そう、ここがいいんだよね、いつも。最近はここばっかり。たしこさん、課題課題、物もなくなったのか。あれ季節限定だったんだね。課題やりながら、え、ちょうどいいじゃん。課題やりながらショールーム見るの。私白が好きです。なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、なんて、なにこれ、なにこれ、なにこれ、ジャスコ、ジャスコ、待って、なにこれ、初めて見たんだけど。南たかしさん、待って、かわしーさんから来た。エンジョイ。なんてすごいんだけど。すごい。ジャスコじゃない、ディスコだ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。おたげする。ちょっと いつでも、いつでも準備バッチリだから。ディスコ。ね、ディスコだったんだけど、恥ずかしすぎ。待って、チポタンありがとう。どうしようかな、なんだろうな。パラパラ合ってるかな。すごい、すごい、何これ。ちょっと待って、カーシーさん、マッサ、ヒラリー、チポタン、南たかしさん、トッポさん、あ、ディスコ、ディスコ。すごいね、継続中。待って、右斜め配信忘れてた。
クラブっていうの、そうなのか。はーい、うーん、パラリラパラリラパラリラディスコ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 違うかな、わかんない踊りが。ネイミー色、嬉しい。パラリア違うジャスコもいじられちゃう。パラリラあれか、ちょっと違うね。あ、恋チュン、恋チュンに合うね。恋するフォーチュンクッキー、ジャスコ好きじゃありません。ちょっととっさに出てきちゃったことは「ジャスコな」あ「ジャスコ夏目」っていうあだ名がついてしまった。ラブすごいね、なんか面白い、面白いねショールームって面白い。ゆいちゃん、ねえ、たくさん来てほしいな。ミドルネームこんにちは、えりかちゃん。ねえ、ミドルネームができてしまったジャスコかい、本当に。へへいへい。ねえ、ジャスね、みんなもうたくさんいじってくる。斜め45度気になる。ちょっと維持しないと、不快な思いをさせないように。夏ワトソンもあるな、たくさんあだ名があるね。でもなんか小学校の頃めっちゃあだ名あった気がする。あ、また来た、また来た、フィーバー、フィーバー、フィーバータイムだぜ、よよよ。つっかっちゃ、終わった。じゃあちょっとフィーバータイムだけ、そのフィーバージャスコ夏寝になります。今は普通の夏寝です。ね、タガミはもうね、本当にあつ森でタガミが出てくるたびに私はあの時を思い出す。あ、来た、フィーバー、フィーバー、フィーバー、よよ、チェキワンプー、ふう、イエー、つく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 、終わったなんか昔すっごいラッパーの真似してるの思い出したノリノリあー、また来た。あ、よ、私は夏寝だよ、私はジャスコ夏寝だよ、チェキチェキワンブー、チェキ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 、ジャスコ夏寝 DJ、 よ、 DJ コウさんみたいにDJ コウさんね。あー、また来たフィーバーだ本当に。夏ね、夏、あ、早く終わっちゃった。声聞こえない、本当、私の声がちっちゃいのかもしれないじゃあちょっと近づこう。イエーイ、みんなDJ NATSU、 たたい、お肌きれい。でもね、美肌モードを今使ってるからね。あ、見て、あー恥ずかしい。ジャスコの常はね、そう、ずっと前から小学校の頃。あ、また来た、また来た、
んかまたさパチ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 も増えてる。パチ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 。ちょっとさコメントじゃない、どなたが送ってくださったかが見てない。ジンさん、ジンさん、夏おしくん、ひらり、おばべちゃん、あやかちゃんまでかな。ありがとう。のもきゅん、ます、あ、あれなりきってる、なりきり、あれみたい、有吉の壁のなりきり。近づきすぎたね、面白いよね。夏寝の壁、川口の壁。あ、またまた、はるにゃんこちゃん、にゃんこにゃんこ、はるにゃんこ、ひょ、にゃんこにゃんこの舞。なんか恥ずかしくなってきた。恥ずかしくなってきた。ありがとう。終わってしまった。りほんちゃん、尊い。チャーハン、チャーハンなんだろう、チャーハン美味しいよね。あー、恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ。フィーバー、フィーバーよ、チケチケ。もうなんかバリエーションがなくなってきた、どうしよう。ヘイ。一つにつき10秒ね、カウントがされてるよね、ここら辺から。あ、ジャルジャルさんの涙腺コルケ、今日これで泣けまへん。フィーバー。ライトセーバー、なんか昔ね、お兄ちゃんがライトセーバーのおもちゃ持ってた。ブーン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 、シャー。本当はダメです。本当はペンライトはこんな使い方をしちゃいけません。皆さんはダメです、マネしちゃ。大あくびゆえにジャスク配信。そっか、来た人があれか。じゃあもう一回説明するね。私は本当にあくびが人の2倍ぐらい口が開くんですよ。それ唇が乾燥してしまってた時にもうとんでもなく大きなあくびをして、唇の端っこがちょっと切れてしまったので、右斜め45度配信です。説明しました。真似しちゃダメです、これ。なんて言ったらいいんだろう、痛いの。でも正面わかんないかな、確かにあんまわかんないね。あ、待って、フィーバー、フィーバー。一萌え萌え萌え、二萌え萌え萌え、三萌え萌え萌え、四、なんと萌えピー。あ、終わった。この歌大好きなんだよね、萌えピーちゃんに。そう、一番合ってる曲知ってるかな、クレヨンしんちゃんのね、あれなん、歌なんだけどね。フィー、手振って、わーい。風間くん歓喜だよ、
そうだよ、はしゃぎすぎて確かに大きく笑っちゃったらねダメだ。ムンクの叫び、クレヨンしんちゃんは好き？ゆいちゃん、私もめっちゃ好きなの、一番好きなアニメ。チポタン、クマさんありがとう。クマ、クマ、クワジ、確かに、うんうんうん。でもね、いつもねこっちの口を開けてるからね、こっちの口。確かに、うん、マサオシ、私は、どれが好きかな。ぼーちゃん、ぼーちゃん、ぼぼ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 。モノマネね、声真似が苦手なんだよね。ちさとちゃん、はじめまして。声が本当に好き、本当に嬉しい。あゆきさん、僕今日誕生日、お、ハッピーバースデートゥーユー、フーフー、おめでとう、あゆきさん。ガチ釣れ、ぼーちゃん、ぼー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 。前髪おそらく見える、確かに、たしこジャス人形ね、人形、うん、人形ね、そんなに持ってないんだよね。誕生日もジャスコだね、確かに。カレーパンマンのマネ、カレーパンマンってなんだろう。僕カレーパンマン、あ、カレーパンマンのマネ分かった、こうだ、カレーパンマン、前これやった気がする、アンパンマンはアンパンマン。やっぱ声真似ができないんだよね。確かにたい焼きポーズだこれ。でもカレーパンマンにもなる。そう、めっちゃ伸びるの、なんかね皮がめっちゃ伸びるんだよね。おばあちゃんになった時私多分皮ベロンベロン、ベロンベロンになる気がする、めっちゃ伸びて。あいかちゃんラブ、さっき、そう、ミラーボールなんか新しくできててね、ジャスコ夏目になります。ミラーボールが出てる間は、本当にこのさ新しいペンライト本当にさ色がめっちゃ豊富なんだよね。かわいい。そう、ディスコ、そうディスコなんだけど、ディスコを間違えてジャスコって言っちゃって、そしたらジャスコの夏目になりました。サイン会当てる方法、じゃあね、あの夏目の舞をねしたら多分当たると思います。夏目、夏目、夏目。ペンライトカラーね、白とオレンジだけど、まあでも一応、一応白とオレンジ今のところ。この前届いた、ほんと、アクキー届いたのに肩に乗せて、ぜひ小人夏目としてアクキーを。当選確実。ペンライト、来ました。
エビフライ美味しいな。エビフライ。エビフライ。ちょっとさ、バリエーションが少なくなってきた。なんか考えとこう、次の。次の。じゃあさ、次の。ジャスコタイム、あ、ジャスコタイムが来ちゃった。あ、いい波乗ってんね。いい波乗ってんね。あ、また来た。あ、なんだろうな。へへへ、へへへ、夏ね、つねつね、へへへ、夏ね、つねつね、ほうほうほう。あ、まだ続いてる。あーつれつれつれ、どうしようどうしよう、ちょっと次のさフィーバータイムまでさ作戦を練っとこう。次何した、あっあっあっ、ブンブブン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 、踊れ忙しい、ちょっと待って、どなたがコマさん、ノモキュンさん、ナルビーさん、ナルビーヒラリー、エビフリャ、あ、ありがとう。夏の名前見たらめちゃめちゃできた。じゃあ次の、あ、待って、マーボーさんありがとう。ね、今日本当にお誕生日おめでとう。いい一年を。じゃあ、じゃあハッピーバースデーというの歌を歌いながら書こう。よいしょ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマーボーさん、ハッピーバースデートゥー、全然間に合わない。トゥーユーマーボーさん、タワーありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。じゃじゃじゃん、ゴシック体の太文字にしました。おめでとう、たくさんの祝福が、たくさんの祝福だ。サイン会の名前登録、ゆいちゃん、うん、いや、ゆいちゃん2人いるよね多分。うん、ゆい、うん、うん、ゆう、あ、ね、ハートとか使えるのかな、どうなんだろうね、ハート無理なのかな、そういう。天狗っち、ハートたくさんありがとう。たくさんだ。あー、絵文字無理なのかな。じゃあ、あ、記号ダメなんだ。そっかそっか。待って、アキランドロスになってる。すごい、めっちゃいい名前、センスがある、アキランドロス。いいね。じゃあそんな感じ、あ、じゃあゆいちゃんは、うん、あ、じゃあYOU イユイ。すごい、大丈夫かなこれで。こんばんは、ナオピーさん
ナミフィ、うん、ぜひぜひ。嬉しいね、皆さん。天狗地、ハレルヤハレルヤ。メイ、あ、メイメイ、メイちゃん、メイメイ、夏ね、握手会本当にさ早くねしたいよね。握手会、あ、考えてなかった。さくらんぼ、さくらんぼ、さくらんぼビー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 。あ、ジンさんありがとう。ディスコ、結果明日なんだね。めっちゃ早いんだね、結果来るのが。あ、また来た。歌えないからちょっと踊りで。チキバンプー、フフー、おいおいおい、フフフフ、ヘイ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 、夏ね、夏ね、ななななな、夏ね、夏ね。大丈夫かしら、本当に。オンラインサイン会楽しみだな。あ、あなたは魔法にかかるぜ、アタック、ビビビビビビ、うもうどうしよう、踊れもうどうしようかしら、本当に。ちょっとこれが来る限り私は壊れていってくる。ディスコ夏ね、え、じゃない、ジャスコ夏ねになるたびに。あやか、待って待って、た、あやか、まゆこちゃん、あやかちゃん、インスタさん、フジマッチョさん、ジンさん、ありがとう。来た、来たぜ。魔法使いになるかな。エクスペクトパトローナーム。フォー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 、ディメンターが散っていきました。あ、じゃあどうしようかな。ウィンガーディアムレビオーサー、ポン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 、ハリーポッター、来たぜ、助けました。あ、待って、なんだろうな、なんだろうな。じゃあ、あー終わっちゃった。待って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 、なんかする、まだ続いてるから。あえての君が代。夏ね舞。夏ね舞。待って待って、どなた。つーくん、としのぶさん、ひらり、ディスコ夏ね、ありがとう、ご来店ありがとう。チェキラッチョ、明日も晴れるね。こんばんは、こうへいさんは、あ、おまべさんね、晴れるや晴れるや。明日天気どうなんだろう。明日は曇りかな。
って待って、今さ目を離してる隙にさあれがミラータイムが過ぎてた。ウィンガーディアムレビオーサー、違うわ、あなたのはレビオーサー。めっちゃさ本当にさ、エマ・ワトソン、ハーマイオニーが好きすぎてさ、レビオーサー、みなみたかしさん、トントイ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 、ちょっと鼻がテカってきた。ピッ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 、あ、赤くなっちゃった。ヴォルデモート、ヴォルデモートはね知ってます、悪の。あ、来た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 、探せ探せ探せタイムリリー、ミラー、そう名前を言っちゃいけないから、例のあの人、名前を言っちゃいけない人、なんだろうな、ミラーボールに似合う曲ってなんだろうな。ミラーボールに似合う曲ありますか？48グループ、坂道、ラストアイドルさん、イコラブさん、ノイミーで、それ歌を歌えるやつだったら。最高かよ、最高かよ、似合うね、確かに。ももクロさん歌えないんだよね。ハロウィンナイト、あ、待って待って、君って君って最高かよ、 I wanna do I wanna do I wanna kiss I wanna kiss イエーイあ、でハイテンション、確かにハロウィンナイト、テンションショ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 テンションマーク、ヘイフィートアッパ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 ッヘイデデ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 てて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 、ふふ、あ、ラブトリップ、沼、なるほど、サステナブル、ワールドピープを、確かに、あ、モームスさんに歌ってたらダメなんだよね多分。タカッチさん、夜勤頑張れ、ビーム、サクランボビーム、沼、ワルタピーポは確かにね、メロンジュース大好き、メロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、よしさんおやすみなさい、ポッポッポッパーパピピピピピピピ、もうね滑舌よくしたい、おきどき北川賢治、萌えぴー頑張れ、明日も、みんなね課題が大変だよね、リップルリップロールさ、もう唇がさタラコになっちゃう、キュンとかドレミスラシル、ハロウィンナイトね、ハロウィンナイビーナブキー、あらら、じゃいつの間にかやすこ夏寝になってしまった。ゆうかちゃん頑張れね、授業頑張れ、応援してるよ、私は。ダンケシェーダンケシェーダンケシェー、はい、青菜炒めさん、こんにちは、こんばんは、だ、人生の課題、人生の課題はね大変だよね。ゲッチュゲッチュ、私のイコラブさん、うん、全部好きなんだよね。
好きになったきっかけはイコールラブのあれだけど、ミュージックビデオだけど、やっぱさ、ミュージックビデオって大事だよね。うん、嬉しい。歌って、え、でもね、意外に大丈夫かもしれない。なんかね、あくびするぐらいの大口開けたら結構痛いかも。インキュボットさん、小判、小判ありがとう。これで私は大金持ちだ。うん、夏惜しくも MV で、あ、そうなんだ。そっか、そうだよね。いらないツインテール確かに合うかも。ディスコに納得いく意味でハマった。うん、左生存大丈夫だよ、全然。ぬいみぬいまで、そんなの選べるわけないじゃないですか。本当に全部全部大好きな、大好き。キスアイスと言ったら唇くっつ、痛そう、痛そう、めっちゃアイスくっつくよね。キツネキツネキツネ、危なっかしい計画ね。なんだっけ、どういうフレーズだっけ。タタ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 タ、夏じゃないか、イエーイ、タララ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 ラ。危なっかしい計画、すごいたくさん、そうだ、なんかね、夏フェスを開催、なんだっけ、夏フェスのセトリを皆さんに決めようって思ってたんだけど、そう、今日はちょっとね、もっと、なんだろう、時間がある配信の時にしようかな。あ、来た、ラブトリー、ダダダダダダダ、ラブトリー、ララ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 ラ、I wanna go、ラブトリー、このダンスが好き。ラブトリー、ダダダダ。今日はジャスコすぎたね。キャイズキザカさんは渡辺梨花さんが好き。星集め、どうぞどうぞ、ウェルカム、夏ね、ジャスコ夏ねルームへ。キョラニアンさん、おやすみなさいね。もう夜中だからね、こんな騒いちゃってごめんなさい。待って、斜め45度死守するの忘れてた。いつ頃かな。うん、じゃあ唇治って唇が治ってショールームでやろうかな。夜中だから、確かに夜中だからだもんね。マンボウさんの誕生日お祝い、いらっしゃい、いらっしゃい。行こない、見てるよ、もう、もちろん見てる。今日のやつも皆さん見ましたか。私ね、さややんのやつは分かった。なぜかというと、私は思考が読めるのです。今一番全力で歌い、なんだろうな、いきなり徳さんさんの曲、もう本当にもうドハマりしてる、ずっと聞いてる。アルバムも買っちゃった。そう、人狼ゲームも皆さん見ましたかね。なんか本当は市民陣営で人狼を見破る方が得意なんだよね。あ、そう、人狼の話をしたかったんだ私は。そう、人狼ね、ちょっとネタバレになってしまうので、今一瞬だけネタバレしますね。人狼ゲームの、なんかね、私人狼だったんですけど、なんか
めっちゃさ、人狼陣営がめっちゃあれじゃないですか、占い師をみんな名乗っちゃったらね。そう、占い師をみんな名乗っちゃって、そう、本当は大体ね、人狼だったら私は占い師は名乗らないんですけどね。なんかの意味だからね、のなんだろう、人狼のプロさんというか、すごい人狼ジャッジメントとかたくさんやってる方は不思議に思ったかもしれないんですけど、なんか理由があって、の意味でなんだろうな、の意味で人狼ゲームをするときに、そう、なんかふざけて市民の人が占い師ですっていうね、リア教の人が多いのね、の意味は。だからしおりんとか結構市民の時に占い師ですってやる人がやることが多くて、そう、だからなんか逆に裏を書いて私が占い師ですってやって、なんか、あ、やっぱふざけてやっただけで本当は市民って言ったら逆に信じるんじゃないかなって思って、だからね、占い師って名乗ったんだよね。ちょっと難しいよね、人狼難しい、本当に。だからバレなかったんだと思う。人狼見ました、嬉しい、面白かったって言ってくださる方。そう、だからね、なんて言ったらいいんだろう、そう、ももきゅんがすごいね読まれてて、おやすみなさい。なんかね、本当は、そう、本当はね、萌子ちゃんがすっごいね人狼うまいのね。人狼側の時の萌子ちゃんはすっごいうまくて、本当に演技がうまくて、いつも萌子ちゃんに騙されるんだけど、だから萌子ちゃんが人狼の時の人狼を皆さんに見ていただきたい。めっちゃうまい。私もう何回も騙された、見破るの得意なのに。なっちゃんが人狼にも騎士になって守りたい、守ってください。そう、他の役職、シオリンはね、なんかキラリンはね本物っぽかったから、結構シオリンがなのかなと思ったけど、シオリンは結構そういう市民だけど占い師です出ることが普段多いから確信はできなかった。で、次やもしさ人狼あったらハニャタン生き残らせたいよね。なんて言ったね、すぐ1日目はちょっとかわいそうだよね。パン屋さん人気だよね、人気の役職ねえ、ね、MVP は私だよ。そう、最初の人ってさずっと暇だよね、最初に襲撃じゃなくて投票で追放か、追放されちゃったら。キツネ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 、待って待って、来たよ。キツネキツネ、キツネキツネ、キツネじゃーん。つく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 、おまめさんとイッサさんありがとう。今日はね、確かに今日はね、待って歌ってない曲なんだっけな、なんだっけな、なんだっけな、わらた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 びふぅたらら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 てててて、ふぅわらた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 びぃぽんたらら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 たら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 らら
今日元気だね。今日はねディスコタイムがあるからなんかもうねたいあれだわ。あ、また来た、また来た。なんだろうな。あなたにあげたいメロンジュース。だーだだ。メロンジュースちょっと大人ジュース恋は汗をかくもの。夏はメロンジュースそれは夢のジュース思いすべて絞って。すごい、そう振りをね、振りを振りコピーが結構好きだったから、ファンなんだろう、ファンだった頃、なんて言ったらいいんだろう、すごいねアイドルの振りめっちゃ覚えてるかも。その曲好き？メロンジュースかな。あ、え、うん、何にしようかな、何にしようかな。あ、のいみ犬は、のいみ犬は、ここが噂の天国だ、イエーイ。ぬば、え、しげっち、てんごっち、りーちゃん、ディスコ夏へご来店ありがとうございます。ぬば、あら、なんだろうな、何にしようかな。危なかしい計画。うん、あゆかちゃんありがとう。ちょっとすごい永遠に続いちゃうね。確かに毎晩通いますか。遊びに来た瞬間夏菜ちゃんがペンライト、最近ずっとペンライト持ってるかも。夏じゃないか、イエーイイエーイ。全然嬉しいよ、嬉しい、本当に。ディスコウィズなーちゃん、笑った笑った笑った。最近ペライト持つこと、そうだよね。じゃあ次さ、夏フェスやった時みんなペンライトを持ってさ盛り上がっていこうよ。笑った。しげっち、あ、キュンキュキュキュ出して、キュンキュキュキュ出して、 I just want to love you、 キュンキュキュ切ない。ノーワンインザフューチャー、確かにいいね。じゃあ次それにしよう。決まっちゃった。ペンライト重くて持てないの。タンカンさん、タンカンさん、筋肉をつけなきゃ、筋肉をつけてペンライトを持つようにならなきゃ。さあ持つんだペンライトを。こんにちは1233。厳しくしますよ。あ、ノーボー許し合ってる、へい、世界のルールと、へい、優しくなれたり、へい、すぐにてててててて、んてれてんてれてれてん、ちょっとあやふやでごめんなさい。歌詞がね、そうですよ、体育会、元中学までだけど元体育会系部だったので、初めて来たんですけど、あらあら、私はその日ごとに違う、全然違う配信になります。今日はディスコ夏音、この前はね、あの画家夏音だった。あ、来た。次はお願いまする。
マッスルマッスル。マッスルマッスルマッスル。もうどうしましょう。カビさんいつもさん。でも大丈夫、傷ついてない。あ、待って、きた。肉の歌。焼肉食べるとき鶏肉しか食べれない。肉肉肉肉肉肉。忙しい。お家壊さないようにする、気をつける。そう、マジシャンな常にもなります。あ、いらないツインテール、確かに。そう、いつもね、焼肉行くとき鶏肉しか食べないんだよね。だから、あ、そう、面白い話が、面白いって言ってさ、面白くなかったら申し訳ないんだけど、なんかね、私焼肉鶏肉しか食べなくて、でお友達と焼肉行ったときにね、あ、待って、いらない、こんなツインテールいなくたって勝てるんだ、戦い巨像のこのエール本気出せ、勝てるまでお前に合わせて、あ、お前合わせて生きてる世界、ダダダダダ、ヘイ。なんだっけな、そうそうそう、焼肉をね、あの鶏肉しかね、あ、チポタン、クマさんありがとう。そう、鶏肉しか食べれなくてね、それでなんか鶏トロだっけ、鶏、なんかそのお店のメニューがなんだっけ、鶏トロみたいな感じのねやつで、それで鶏トロばっかり頼んでたのね。でも間違えて鶏タンって言っちゃって、鶏トロじゃない、なんだっけ忘れて、あー、もうなんかもう話がまとまんなくなりましたが、そう、鶏タンって間違えて頼んじゃって、鶏のビルを頼んじゃったっていう話。もちろん鶏タンっていうものはなかったけど、なんだっけな、鶏なんだっけな、鶏なんだっけ、鶏トロじゃない、そう、鶏タンってさ、多分こんなもんだよね。こんなもん、鶏の下これぐらいしかなさそう。鶏トロかな、鶏タンあるかと思った。なかった。そう、でもさ、焼肉食べ放題と結構さ、キャベツとかサイドメニューが豊富だから、サイドメニューとかも食べてるかも。そう、鶏のやつ。いっささん、だるまありがとう。だるま、夏ネタン、夏ネタン、焼肉行ったら絶対、あ、アイスも食べたかも。韓国のにも食べる。そう、なんかさ、あのさ、チーズタッカルビってさ、鶏肉らしいよね。だからチーズタッカルビはね、食べれることに気づいたの。キムチも美味しいよね。しげち、え、アジサイありがとう。眠たい、おやすみなさいでごます。焼肉を行きたくさせる配信になってくる。塩キャベツ、塩キャベツしか食べさせてもらえない、そんなことあんの、わあ、闇だ。卵スープ、トールちゃん直筆当たった。おお、なんて書いたんだろう。そう、直筆はね、一枚一枚違くしてるの、書くコメント。だから皆さんお楽しみに、なんて書いてあるか。
土曜日に焼肉行ったの。いいね。焼き鳥はぼんじりか。私でもね、レバーだけ食べれないんだよね、焼き鳥。明日生写真。おお。そう、開封の儀をしなきゃね、生写真。あ、待って待って待って、つーくん、そう、ハートの新キャラ。あー、それはね、秘密ですね。あれは新キャラなので、いつか。ね、レバーね、好き嫌い分かれるよね、結構。砂肝もね、うん、レバーね、食べてあれだった、おおってなった。そう、 UFO キャッチャー苦手。そう、 UFO、 あ、そんなこと書いたんだ。 UFO キャッチャー苦手だね、もうね。そう、あ、でもホルモンはそんなに好きじゃないかも、多分。キノコ、え、待って、こんな深夜にさ、ご飯の話になって申し訳ない。すごいお腹空いてきちゃうかもしれない。あ、ちょっと今更だけど、斜め45度最後の最後はシッシュしなきゃ。サイン会、あ、来た、考えてなかった。ドレミドレミエドレ、こんな好きになると思っていなかった。ううありがとう。次のあれ考えとこう。次の曲を考えとこう。なんだろうな、油断してた。待って、どうなったかな。天国地、天国地、ミラーボール。おしすか。なるほど。なるほどなるほど。君と僕の歌聞きたい。なるほど。今日1回目のディスコツイッターに上げたいと。1回目何したっけ、もう覚えてないや。47の渋谷パルコパルコ、僕たちの戦争、ガラスを割れ、なんか高校の応援。あ、君がいるちゃん、君がいる、この世界は尊すぎます。イエイイエイイエイテテテテンテンテン、イエイイエイイエイテテテテンテン、イエイイエイイエイ。おしせか工場、制服の羽広げ風。今日はね、11時50分ぐらいまでにしようかな、ギリギリまで。なんか12時までさ、12時ギリギリまでやるのが怖くてさ、もしなんか間違えて過ぎちゃったら怖いから。藤抹茶さん、ありがとう。あ、ナルディ、あ、待って、過ぎてたかな、ディスコタイム過ぎてたかな、あれ、来た来た、忘れてた、待って待って、あ、
ちょうど好き好き好きよ恋は我慢が一番大事タン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 ララ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 ラ、だからちゃんと変えてハウスもうあらオネストマンハウス、え、なんかねバンになるんだけど、なんか一時期バンにならないみたいな感じになってた。もう治ってるのかもしれないけどね。ちょっと怖いから50分ぐらいまでにする。どうなんだろう、もう治ってるかな。でもずっとまた忘れてた、斜め45度。安全に行きますね。こちらこそ夜遅くまで見てくださりありがとうございます。すごいゲリラなのに眠くならないの。眠くならないかも。今更なんですが、それは大あくびをして唇が切れてしまったのです。ね、ジャスコしてたら眠気が覚めちゃうよ。今日はね、いいよ、あの斜め45度、どうぞ。モナリザの爪をどうぞスクショして。そう、声聞いてると眠くなる方結構多いんだよね、私の声で。あくび、ダメだよ、もうあくびは本当に、あくび痛いんだよね。あ、来た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 。ダンケシェーン、ダンケシェーン、ダンケシェーン、ふぅー、ててててててて、ふぅー、きた。45度。あくび我慢すると星広がるね。多分分かるよ、私星鼻の穴でしょ。分かる。もうね、私ね、あくびすると本当に、あ、私ね、もうね、穴という穴全部開くんだよね、あくびが合ってる。本当に鼻の穴ね、もうめちゃくちゃ開くのね。私もうそれがどうしても直したくて、あくびするためにこうやって鼻の穴つまんでたんだけど治んないんだよね。そう、もう絶対治んなくて、それはもう諦めました。逆に広がらない人が不思議すぎる。でも最近ね、鼻の穴を、なんだろう、変顔を最近しなくなって、で、あとたまにね、そのここをね狭くする爪楊枝じゃない、爪楊枝、これブスって刺したら大変、あの洗濯バサミみたいな、そのここをちっちゃくするような洗濯バサミを買って、だからちょっとねちっちゃくなった気がするの、ここがそう、前はね、もう前はもう変顔しすぎてて絶対広がった、鼻の穴が。あ、見て、来た。好きしたくなる両手を振って、君のことを思うだけでなんか無重力。大好き、まあ、HKT48 さんが大好き。左斜め45度配信いつかしよう。だって誰、どなたか、 D ちゃん、ジンさん、ナルディさん、
かな？かな？ありがとう。あ、待って、来てた？もしかしてチポタン。あ、最強つ。僕の好きな最強ツインテール。ラララランテンキュンシスル。なんで二つに結んだの。キミコみたいになってる。男たちは首だけ。キミコ。さ。クールを目指すから。今日ね、メイクと髪型をね、ちょっとクールな感じにしてるの。クールな感じ、なんて言ったらいいんだろう。大人っぽくしたの今日は。実はでもね、前髪が短いからちょっと幼くなったかも。山田太鼓山田太鼓にもね、実はディスコが存在してたんですよ。前髪切ったの分かった。そう、たくさん結構短くなったかも。チポタンめっちゃ可愛い。涙袋、涙袋を出すの術。よいしょ。そろそろあれだね、もうすぐに50分だ。大変だ。スクショタイムが欲しい。じゃあスクショタイムしよっか。ちょっと待って、髪型を整えて斜め45度にして、ディスコタイムをイメージして、どうぞスクショタイム。場所、場所、場所、オッケー。パシャッ。チポタン、クマありがとう。クマ。わ、5000人超えた。すごい、ゲリラなのに嬉しいです。ありがとうございます。しかも真夜中に。逆に真夜中だからなのかな。どう、わかんないや。スクショタイム終わり。それではあれかな、ランキング読んでいこうかな。よいしょ。では13位から、トマスさんありがとうございます。12位、イッサさんありがとうございます。です。11位、ナルリンさん、なっちゃオレンジジュース。10位、テンゴッチ、いちご、おいしそう。いちごありがとう。9位、ジンさん、ち、夏目推し。8位、みなみたかしさん、しー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 。あら、変わっちゃったかも。8位、あ、じゃあ次8位、おまめさん。
ありがとうございます。7位、ひらり、ありがとう。6位、マッサ、ちゃん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 。5位、しげっち、いきます。わー、ありがとう。それでは4位、かまさん、ハート大量発生。3位、チポタン、じゃん、ビッグハート作る、ありがとう、ラブ。2位、リホンちゃん、じゃあリホンつ、んー、リボン作るね、ありがとう、リホンちゃん。1位、マーボーさん、マーボーさん、じゃあハッピーバースデートゥーユーの意味を込めて、ケーキの、私がケーキのろうそくを消します。おめでとう、イエーイ。という感じですね。終わりだ。ありがとう、本当に急に、私真夜中だけどね、おめでとう。私が消すっていう。ではそう、明日の12時までちょっと最後にもう一回言おう。なんと、あ、待って、右の斜め、はい、そうだ、なんとサイン会が開催決定しました。今日の12時から明日の12時まで受付しておりますので、もうなんだろう、今迷ってる方は明日寝過ごさないように、もう今のうちにぜひご応募お待ちしています。なんだろうな、なんかできる限り皆さんにが手に取って嬉しいようなことを書きたいなって思うので、あとショールームのなんだろうな、お話ししながら書けるように頑張りたい。いつもでも黙々と書いてるから、ちょっと練習しようかな、書きながら話せるような練習。あ、でもこの前絵描きながらお話でしてたから、描きながらお話ししてしようと思います。それでは皆さん、あ、申し込みした、ありがとうございます。皆さんおやすみなさい。今日はありがとうございました。じゃあ、ショールーム来れなくてもぜひぜひ、全然皆さんの手元に届くのがメインだと思うので、全然ね、おやすみなさい。またね、もうすぐ50分だ。またね、おやすみ。明日の活力本当に歌って、ナイカルミー、あ、終わった、ありがとう、バイバイ。またね、次はセトリ決めたい、バイバイ。